成長しているが、まだ甘い。大丈夫か、ナルト。俺ってば。あやつの現実にかかっておったのじゃ。ほら、しっかりしろ。おう。ナルト、手本を見せてやる。しすぎだよ。始めますか。サンゴーン。飛んで戦が。ま、この程度ね。勝負あり。悪いな。引くわけにはいかなかった。ナルト、わかってるってばよ。大玉出せんだ。これは奴らの術か何かね。こやつ知ってらっしゃるんですか。ようじゃ、うちの里の人間だ。砂の？もしかして暁のスパイだったんじゃ。まさかこやつは里を裏切るようなものではなかった。変化の術でイタチに化けてたのかな。そんなレベルの術じゃないよ。これはさっき戦ったイタチの力は間違いなく本物だった。じゃあおそらくは生贄の体を媒体に同一体を作る術ってとこじゃろう。本物はアジトで偽物は足止めってわけか。まったくいい術持ってやがるね、奴ら。ここまでして時間稼ぎをするか。どうやら間違いないようじゃな。やつらは美獣を引き剥がしにかかっとる。おそらく新たな人獣力を作るつもりなのじゃろう。美獣？人獣力？それって何なんですか？美獣とは
主覚や九尾といった王を持つ魔獣のことじゃ。九尾、美獣は莫大なチャクラの塊でな、忍海大戦記には軍事利用しようとして各国が競って手に入れようとしたものじゃ。利用って、そんなチャクラの塊を制御することができたんですか？結果的には制御することは誰にもできなかった。じゃが人はその力を人の手でコントロールしようとはしたのじゃ。美獣を人に封印することでな。そして美獣を封印された者、つまりガーラのような者を人中力と呼んだのじゃ。ナルト、どうすればその美獣を取り出せるんですか？サクラちゃん、瞬間的にでも美獣の力に釣り合うだけの封印術とかなりの時間を要する。それをしてしまえば人中力は、まさか。そうじゃ、美獣を抜かれた人中力は死ぬ。そんなそれじゃ。相変わらず心配性だな、さくらちゃんは。心配すんなって、ガーラは俺が助けっから。私はナルト、あんたの。カカシ先生、そろそろ行くってばよ。ずっと。されたがっていた俺、俺はなんでそれを望む存在なんだろう。あいつが風影だと。あいつは死角とは共鳴したが完全ではない。
不安定な実験体、そして失敗作。誰もが恐れ、何も期待をしない。それがガーラ。あいつはサブにとって必要であるな。俺は里に必要な存在になれたのだろうか。俺は誰かに必要とされる存在になれたのだろうか。俺は誰かとつながりを作ることはできたのだろうか。俺は存在してよかった。さて、あとはここに迫っている輩だが、奴らはサソリとデイダラで始末しておけ。ただし、人中力は生け捕りにしろ。他は解散だ。イタチ、キュービの人中力はどんな野郎だ。一番最初に大声で怒鳴ってくるやつがそうだ。なんだそりゃ。もっと具体的な特徴はねえのか。ろくな特徴を言わずに消えやがった。しかし一番最初に怒鳴ってくるやつか。一体どんなやつなのか興味あるな。